沖縄本島の北部では線状降水帯による非常に激しい雨が降り続いているとしまして、気象庁は午前5時30分に顕著な大雨に関する情報を発表しました。現在の雨雲の様子をご覧ください。台風6号を取り巻く活発な雨雲が現在沖縄本島地方に次々と流れ込む状況が続いております。今降っている雨の量を見てみますと、5時40分までの1時間に沖縄県名護市で21ミリの強い雨を観測しました。アメダスの観測上ではこういった値になっておりますけれども、いわゆる解析雨量ですね、レーダーのデータを解析した推定の雨量でいきますと、1時間あたり30ミリぐらいの降り方をしているところがあるものとみられます。また3時間ですと100ミリを超えるような激しい雨、あるいは大雨になっている状況です。この沖縄本島地方に関してはこの後も台風を取り巻くこの活発な雲ですね、これが日中にかけても流れ込み続けるということが想定されます。1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨ですとか、局地的には80ミリに達するような猛烈な雨の降る恐れがあります。この沖縄本島に関してはこれまでの雨量がかなりの大物になっております。現在までの積算値、これは過去4日間の積算値になります。本島北部ですと多いところで400ミリから500ミリぐらい、本島の南部から久米島にかけては多いところで600ミリを超えているところがあります。かなり地盤が緩んでいる状況でして、土砂災害の危険度を見ましてもちょうど今激しい雨が降り続いているところでの危険度がかなり上がっている状況です。この後も大雨に関しては警戒をいただくとともに、斜面の近くにお住まいの方などはなるべく2階ですとか、あるいは斜面と離れた反対側の部屋でお過ごしください。また自治体からの避難の情報に従いまして速やかに行動を取るようにしてください。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。